ルイ・ルロワはフランスの版画家、画家、劇作家。今日では印象派の登場初期に印象派という名前を新聞紙上で使って風刺したことで知られている。サロンド・パリに何度も入選し、1838年には版画部門でメダルを受賞した実力のある画家であった。1874年4月15日から5月15日まで、 パリ・キャピューシー・ヌオドールにある写真家、ナバールのスタジオで、クロード・モネ、ピエール・オー・ミュストル・ノワール、カミー・ユピサロ、エドガード・ガなど30人のメンバーで構成される、画家、彫刻家、版画家等の芸術家の共同出資会社による、第一回展覧会が開催された。ルイ・ルロワは、展覧会初日から10日経った4月25日、風刺新聞、ル・シャリバリに、 印象派の展覧会と題する記事を発表した。その内容は、グループ展を見たアカデミズム絵画の画家ジョゼフ・バンさんが、憤慨のあまり正気を失うという滑稽な、ルポルタージュであった。その前半では、バンさんは、グループ展の画家たちの作品の完成度が低いことを批判し、ジャンバティスト・カミー・ユコローの影響だと嘆いている。ところが、後半では、バンさんは作乱のあまり、 印象派画家の立場に同化し、その手軽な描き方を称賛し、シベルタンやアカデミズムの巨匠を罵るに至っている。この展覧会表は、画家たちのグループを印象派という言葉で呼ぶことが定着するのに大きな役割を果たした。印象派という言葉は、モネの印象、日の出という作品名に由来すると言われることがあるが、ルロワの記事では必ずしもこの作品名に由来して、 印象派と名付けている形跡はない。また、ルロは以前の展覧会表でも、印象という言葉をキーワードとして使っている例があり、ルロはが初めて使ったとは言えない。ありがとうございます。